シャランキーの誠です。加藤紀子です。さあ対に対に、この番組ではあなたの毎日に小さな喜びを届けていきます。小さな喜びがいつしか大きな幸せとなって人生を輝かせていく、そんなコンセプトでお送りいたします。番組を進行するのは誠さん、そして私加藤紀子ですが、毎回素敵なゲストがスタジオに遊びに来てくれます。今回はハロープロジェクトからこの方が来てくれました。モーニング娘。ワンナインのサブリーダー生田絵里奈です。生田絵里奈、1997年7月7日生まれ、福岡県出身。2011年モーニング娘。に旧期メンバーとして加入。2014年サブリーダーに就任。2018年10月には66枚目のシングルを発売。今回はモーニング娘。ワンナインの博多美人なメンバー生田絵里奈を迎え、楽しいトークをお届けします。早速ですが、モーニング娘。ワンナインの最新の活動情報を教えてください。あと2日後なんですけども、はい、2月3日に地元の福岡県で、うん、ハロープロジェクト全体のライブをやらさせていただきます。誠さんも一緒に。そうですよ、出ますね。もうすぐ行きますね。はい、自分の地元、地元ですってことだと、やっぱり他の箇所よりももっと熱くなんか頑張っちゃおうみたいな意気込みが芽生えたりするもの。そうですね、なんかすごいなんかファンの方も私の地元ってことで遠くから集まってくださるんですよ、うん、はいはい、そうするとそういう方々のためにも、あと初めてハロープロジェクトを見た方々のためにも、私のこと全然興味ない方のためにも頑張ろうって思いますね。そうか、じゃあまたなんかこう一つ盛り上がって、うん、皆さんでね、いいコンサートがね、はい、できるといいですね。頑張りますか。頑張ってください。頑張ります。マコさんも頑張りましょう。一緒に、はい、頑張りましょう。頑張ってください。で、生田さんはもうモーニング娘。入って何年目なんだっけ。はい、9年目に突入しました。ちっちゃい時からモーニング娘。に憧れてたタイプ。初めての将来の夢がモーニング娘。だったんですよ。それ何歳の時。でも卒園アルバムにモーニング娘。になりたいっていう風に書いてたので、6歳とかですかね。5歳6歳。そうだね。それテレビを見て。そうです、矢口真里さんが大好きで。なるほど。矢口さんに憧れてモーニング娘。になりたいって思ったのがきっかけです。でそれちっちゃい時からもうご両親とかお友達とか周りの人には言ってたの。言ってました。友達とその一緒にモーニング娘。になりたいよねっていう卒園アルバムに一緒に書いたんですけど、うんうん、その時にまあ、その前からなんですけど、まあ、芸能関係にはすごい憧れていて、うん、将来の夢はもう本当にテレビに出るお仕事だったりをしたいって。中学校1年生の時には絶対東京に行くっていう目標まで決めてたので、うん、なるほど。その今本当にモーニング娘。に合格したのも中学校1年生だったので、うん、はいはい、本当に夢が叶ったって感じですね。じゃあ受けたいと思った時に周りのご両親とかは止めなかったんだ。はい、全然止めてないですね。だって遠く離れちゃうわけでしょ、はい、活動することになると、はい、行かないでみたいなことにもならず。ならなかったですね。私自身もホームシックにもなってないので。じゃあもう夢の方が大きかったんだ。はい、で実際、まあ、合格してメンバーになったんだよね、はい、急にね、はい、もうでどうだった。その状況も変わるし、学校との暮らしと学校との時間とも違う、うん、いきなりプロのね、なんかメンバーに入っちゃって、はい、なんか覚えることもいっぱいあるし。最初にびっくりしたのはモーニング娘。ってリハーサルするんだ、ジャージ着るんだってところにまず驚いたんですよ。あ、なるほど。もういきなり全部本番でいけてるみたいな。そうなんですよ。キラキラしたとこしか見てないもんね、はい、だからリハーサルをまずするんだ、ジャージ着るんだと思ったんですけど、うん、自分がいざ参加するとなると本当にきつすぎて、うん、旧期メンバー最初4人で加入したんですけども、本当に毎日怒られてて、うんうん、今の新メンバーのこと結構怒られてるところを見てなくて、私たちが、はいはい、なので私たちなんであんなにいっぱい怒られたんだろうっていうぐらい本当にできてなかったんですよ。なるほど。怒られてしょうがない状況だったんだ、はい、今振り返れば。そうですね。あとモーニング娘。のオーディション自体も9期メンバーって8期メンバーさんと4年半空いてて、うんうん、4年半の間でその9期ってどなたがいらっしゃるの。福村瑞稀、はい、生田絵里奈、鞘師里保、鈴木香乃っていう4人なんですけど。そっかそっか。なんて言うんだろうな、もう4年半のブランクがある中で4年半の結束力もそこの中で生まれてるので、ね、居心地ちょっとね、最初の方はね、子供と大人みたいな感じだったんですけど、完全にプロとアマだもんね。そうですね、はいはい、なのでもうその分マネージャーさんもすごく厳しかった部分はあると思うんですけど、
いやなんかあの時はすごくきつかったですね。でもどうやって馴染んでったの上のメンバーと。あでも本当にお話ししたりとか、あとはもうその私たちが加入した次のツアーが高橋愛さんの卒業コンサートだったんですけ ど、その高橋愛さんの卒業コンサートでその休期自体もその頑張らなきゃ、うん、高橋さんが初めての先輩が卒業するっていうので、うん、なんかまた違ったちょっと頑張らなきゃいけない、もっとかっこよく見せれるようにならなきゃいけないっていう結束が持てるようになりましたね。一番厳しかった先輩、怒られた先輩、三井さんです。三井愛華さん、休憩のお世話係っていうのはいなかったんですけど、あの三井さんがもうなんて言うんだよ、自主的にというか休憩のお世話係をやってくださっていて、あのリハーサル、休憩だけのリハーサルにわざわざ三井さん来てくださって振り付けを教えてくださったりとかしててくれて、なんか嬉しかったんですけど、超怖いんですよ三井さんって。怖い役を買って出たわけだもんね、うん、はい、三井さん。でもあの10期メンバーが加入して、その三井さんもその10期メンバーが加入したちょっと後に卒業されたんですけど、うん、10期メンバーにむちゃくちゃ優しくて、うん、であの私たち自身その加入した直後はなんで三井さんこんなに10期には優しいんだろうっていう風な感じだったんですけども、うん、加入して何年も何年もそのやっていくにつれて、三井さんが私たちに厳しくしてくださってたのはこういうことだったんだなっていうのが、どういうこと？なんかもっとその休憩が一番上になるのも、もともと加入した時点で先輩5人しかいなくて、そっか、なのであの、まあ、休憩が引っ張っていくのはもうなんていうの、近いよっていう意味で の、 そのがもっとそのモーニング娘。のことを教えてあげたいっていう意味で、愛華ちゃんも実機にも厳しかったらずっと厳しい人になっちゃうから、はい、きっと近場の後輩をちゃんと育てて、はい、そこからも見守りたいなっていう部分があったのかもしれない、はい、期待を込めてのですね。タイニータイニー、愛ちゃんたちのチームが卒業する時が来たでしょう、はい、そういう時はどういう気持ちになるの？いやあの休憩、まず休憩が引っ張っていかなきゃいけないっていうのと、はい、同時にそのまあ、4人でっていうのもあったんですけども、うん、まあ、その4人の時期もちょっと短くて、うん、もうすぐ鞘師と鈴木が卒業しちゃったので、うん、福村生田でなんかまとめなきゃいけないっていうのもすぐ来たので、うん、なんか自分たちで先輩が卒業したから頑張らなきゃっていうよりも同期の卒業もすぐあって、うん、なんか心境的にはすごく難しくて、うん、でもその先輩が5人卒業された時に私もサブリーダーっていう役職に任命されて、あサブリーダーになったんだからもっとその自覚を持った行動だったりとか、あとそのリーダーをサポートする、同期の中でサブリーダーは私だけだったので、その同期をそのリーダーだけどその同期だから言いやすいっていう部分も絶対あると思うので、同期をサポートするっていう上でもそのもっとなんか頼られる人になりたいなっていうふうに思いましたね。でもなんかそのデビューしてから一方でなんか自分が変わったなっていう思うところがあるんでしょ、そういう活動とまた一方でみたいな、うん、あでも美意識は高くなりました。なんか道重さんがすごい可愛いって言われて、はいはい、まあ、もうすごいなんかなんて言うんだろう、アイドルから憧れられるアイドルみたいな感じですごい可愛いって言われていた道重さんが卒業されて、うん、あのその次に誰が可愛いって言われるのっていう風な、そっちなんだ、はい、もっともっと美意識を磨かなきゃいけないなって、そこに、まあ、私自身も自分のこと可愛いって言ったりとかするタイプの人なので、うん、タイプの人なので、だからその可愛いにちゃんと適した自分にならなきゃいけないなっていう風に思って。どう頑張ったの？あの全身エステ、頭の先からつま先まで全身エステだったりとか、あと小顔マッサージを毎日するとか。内面じゃなくまず外堀から攻めていくタイプ。そうですね、はい、女子のその美意識っていうかな、綺麗に向けて頑張ってる努力感はにじみ出ますからね。確かにそれしてるかしてないかっていうのは結構頑張ってますね最近。うーん、そう言ったからにはやんない、はい、でも何もしてない子も可愛いけどね。いやそうなんですよね、日和さがあったりするんですよ。そうタイニータイニー。さあそんな中今回も、はい、エリナさんには内緒で2人に、うん、エリナさんに関するアンケート答えてもらっております。はい、はい、答えてくれたのはモーニング娘。ワンナインのリーダー福村瑞希ちゃんと、はい、元モーニング娘。の新垣梨紗ちゃんの2人です、そっちだよ。やば
やばい。なぜならば新垣さんは、私目標というか好きな、まあ、推しなんですけども、はい、推しだし憧れてる人、人として尊敬しています。の方が答えてくれています。さあ、生田絵梨奈を一言で表すと、福村瑞希ちゃん、はい、自分では一人で何でもできるし、どこにでも行ける猫や狼かっこツーネレタイプのような性格だと思っていますが、極度の甘えん坊で人にくっつくのが好きだし、喜んでる姿の後ろ姿は尻尾がフリフリ見えるくらいにワンちゃんタイプです。はいはい、だってツンデレではなさそう。ツンデレ、ツンデレなんですかね、わかんないです。でもその犬っぽいねとはよく言われますね、なんか喜んでたりすると、うんうん、あでもなんだろう、本当に人に甘えるのが好きです。くっついてるのが好きなので。でも本当にその信頼した人にしかくっつかない。お腹を見せるのは信頼した人で、はい、誰が撫でたっていいけれど、うん、お腹を見せるのはもうこの人だけみたいな。そうですね、それが、まあでもそれが本当に福村瑞希ちゃんだったりとか新垣さんだったり、あ本当、はい、そっか。じゃあそんな新垣さんからは、はい、一言で表すと何だろう、しつこい。ねえ本当にもう現場が一緒になることがあると気がつくとそばにいる、うん、他のメンバーとも話をしたいなと思ったりする時があります、うん、だそうです。ただ見せすぎなんだって。そうですね、あの楽屋とか遊びに行っちゃう。行きます、うん、基本的に一緒のお仕事だってする時は行くようにはしてるの、うん、どんな話をしながらくっつくわけ。どんな話、話はないんですよ、うん、ただくっつきたいだけ。可愛いなーっつって顔見たり、はいはい、化粧する姿を見てたりとか。あそうですね、化粧メイクをしてる姿ずっと見てます。はあ、それも気になるね、見られる方は、はい、あとはその新垣さんの舞台だったりがあるたんびに通ってますね。あ見に行くんだ、はい、お仕事が被らない限りは絶対見に行くようにしてます。なるほどね。生田絵梨奈に言われた印象的な言葉、はい、福村さんからは、怖い、普段全く泣かないエリポンに瑞希が卒業するときは泣くかもと言われたことです。いやいやいや、これは覚えてる。覚えてます。私今も思います、泣くかもって。あそう、なんかなんですかね、それこそ新垣さんの卒業コンサート以来私泣いてなくて。それはなんで、うん、なんかその自分、新垣さんにその写真集みたいなのを最後にいただいたんですけど、その中に生田は泣き虫だから簡単に涙は流すもんじゃないんだよって、涙は大切な時に流すものなんだよっていうのを、うん、その、まあ、写真集の中に書いてあって、うん、涙はそのちゃんと見せる時に見せないと感動する人も感動しなくなっちゃうんだっていうのを その時に教わって、だからなんか本当に自分が泣きたいって思ったりとか悲しいなって思った時とか嬉しいなって思った時とかに泣くようにしたら、最近はすごく泣かなくなって、うん、我慢できるような、はい、コントロールできるようになったけど、瑞希ちゃんが卒業すること考えたり、はい、いざその日が来るとなると絶対泣いちゃうそうか、はい、なんだってよ、うん、そうですね、我慢できるといいね。我慢できないです。でもまあ泣くのも泣くでね、はい、やっぱ素直な表現だもんね。そうですね、しょうがないよね。生田絵梨奈が成長したと思うところ、はい、新垣梨紗ちゃん、はい、最初にしつこいと言ったものの、最近は大人になったのか、うん、昔ほどしつこくなくなった。そういえばこの間のお正月コンサートの時も、うん、学園にあまり来なかったです。何か理由があるのかなと気にしてます。これはもうプレッシャーに押しつぶされそうでした。何のこの時のコンサート公演で旧期メンバー2人と新垣さんとで3人での曲があったんですけども、はいはい、本当に3人であんまり歌わせていただくこともないので、うん、その福村瑞希ちゃんと振り付け合わせたりとか、うん、その音合わせたりとかってしてたらもうプレッシャーに押しつぶされちゃいそうでした。お客さんの学園に行く余裕がなかったから行けなかった、はいはい、別に理由はもう、 もう嫌いだとかそういうことじゃなくて、そういうことじゃない、ちゃんとパフォーマンスしないと失礼に当たるっていう。失礼に当たるんですよ。だから真面目にやらないといけない。一緒に合わせていいですかって行かなかったんだ。行かなかったですね。でも本番 そのちょっと前にお願いしますっていうのだけは言いに行って、3人で頑張ろうねっていうのをやりましたね。ちょっと寂しかったんじゃない、新垣さん。いや絶対そうですね、多分ちょっとか、いつもはもう行くったって言ってるのに多分ちょっと寂しかったでしょうね。今度は行くようにしますってあげてタイニータイニー、生田絵梨奈に直してほしいこと、お願いしたいこと、はい、もう嫌だこういうの。新垣さんからです、はい、お誘いは急じゃなくて早めにお願いします。生田といえば明日空いてますか、
あのね、いつも急なんだよね、もう少し早めに誘って、とか夜中に思いついちゃって、ね、ガキさん暇、はい、って聞いちゃう、はい、そうです、うん、そのスケジュールが決まるのが結構ギリギリだったりもするので、そのあ明日オフなんだ、明日誘ってみようとか、うん、っていうので明日空いてますかとか、うん、あと今日暇ですかとか、今空いてますかみたいなのが多いです。それ困るね。で暇だったらどうするの？会います。会って何するの？カフェに行ったり、カフェ、カフェ、昼間の行動行ったりとか、はい、なるほどね。ということで、アンケート以上ですが、うん、いかがですか、はい、この2人から。そうですね、あの私なんか直してほしいところとか、うん、あとなんかその言われてそのどう思ったとかっていうことをあんまり聞かれなくて、私もこのキャラなので、うん、なんか結構なんかどそのなんて言うんだろうな、なん生田絵梨奈ってどういう人ですかっていうと、なんかちょっと自分のこと可愛いだったりとか、うん、もうその本当に表面の私しか答えられないので、こうやって中身のことを意外とみんなちゃんと見てますよ、はい、突っ込まれるとちょっとなんかあれですね、なんかキャラが崩れちゃいそうですね。キャラ崩れていいんじゃない。じゃあ後半はもっともっとプライベートのお話を伺おうと思います、はい、ハロープロジェクト誕生20周年記念シングル、ハロプロオールスターズニューシングル Yeah 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 Now on Sale。 アンジュルムの笠原桃奈です。今回は日々の生活や活動の中でほっと心が休まる瞬間、癒しを感じる存在についてお話ししてみたいと思うのですが、私の癒しは学校です。はい、私は現在15歳で中学校に通っているんですけども、中学校3年生なのでもうすぐ卒業ということになるんですけど、あの中学校3年生になってからこうラストの1年なので、こうやっぱ毎日毎日、あもうラストの1年だから楽しもうっていう風にこう強くこう1年生とか2年生の時に比べて思うことが多くなったので、こうその時からこう癒しの場所になったり心が安らぐ場所になりました。こうアンジュルムで活動している時はこう現場って大人の方々とか、そういうスタッフさんはもちろん皆さんこう大人の方なので、こうそういう時にこう自分が子供だっていうのを忘れそうになる瞬間があるんですけど、こう学校に通うとこう自分と同い年の子しか逆にいないので、そこでこうあ自分は中学生だとかそうやって思えたりとか、こうも気が楽でいられる。仕事もすごく楽しいんですけど、また違った楽しさがあるっていうか、学校はこう友達と一緒に遊んだりこう授業に取り組んだりこう全く違うことをするのですごく楽しいなって思います。こう行事とかにも今年はたくさん参加できたので、こう挙げるとしたら合唱コンクールが私にとってはすごく印象に残っていて、こうが仕事が学校が終わった後に仕事に向かったりすることが多かったので、こう毎日練習に参加できたわけじゃないんですけど、こう毎日毎日クラスのみんなとその合唱の練習をしていくっていうのがすごく大変だったけど楽しくて、でそれをこうみんなでこう最後まで緊張感を持ってすっごく緊張しながら本番を迎えて、なんかこうアンジュルムでも武道館とかいろんなステージに立ってきたんですけど、それと同じくらい緊張してこうみんなと一緒にこう頑張った分だけ緊張もするし達成感もあるっていうのを学校ですごく感じられた瞬間があって、それはすごく大切な思い出になりました。最近で言うと学校の体育の時間に卓球をやっていて、こう私が卓球のルールを全く知らなかったんですけど、クラスの女の子たちが一緒にやろうって言って一からルールを教えてくれて、みんなでこう最後の方はもう本気になって試合を こういろんなチームで組んでやっていたんですけど、そういう瞬間も大人になったら、あ卓球をこう授業としてこう真剣に取り組んでやる瞬間っていうのはなくなると思うので、そう思ったらすごくこう頑張ろうって思ってすごく楽しかったです。もうすぐ卒業になるのですが最後まで楽しみたいと思います。今回は私の癒しの存在学校についてお話しさせていただきました。あなたの癒しは何ですか？アンジュルムの笠原桃奈でした。ふらり銀座、ふらり銀座、銀座の街をふらり、ニューシングルふらり銀座、
タイニータイニー、今回はモーニング娘。ワンナインの生田絵里奈ちゃんをゲストにお迎えしてお送りしております。お願いします。では後半となりましたので、はい、キャラが崩れてもいいのでパーソナルの部分を教えてください、はい、さあ現在21歳、はい、そうです。想像していた20代スタート切ってますか？いや全然な、子供だなと思います。自分がどんな風なイメージだった？あの私たちが加入、旧規メンバーが加入した時 の、うん、その先輩田中さん、道重さんが、うんうん、田中玲奈ちゃん、はいはいはい、と同今同い年ぐらいなんですけども、うん、あのすごいその時の田中さん、道重さんってなんかその後輩とはズバ抜けて一つ何か違うそのオーラだったりとか、うん、そのなんかちょっと大人な王そのムードが作れてたりとかっていうのがあったんですけど、旧規メンバーそういうのないなと思って、まだなんかその後輩の子たちと楽しんだりとかっていうことも多いので、うんうん、もっと大人なんか自分が思い描いてたその二十歳じゃなかったなって思って、洋服とかのこう好みとか、はい、そういうイメージでこうなんかもうちょっとスラッとした格好してたとか、はい、イメージと今とこういうカジュアルな雰囲気とはどう、はい、あそうですね、なんかもっとスーツみたいなのを着てるイメージだったんですよ、私の中での二十歳って。そのなんか20代超えるとちょっとそのファッションジャンルが変わって、うん、そのなんかもうちょっと大人っぽい黒ベースにその白の差し色を入れてっていう、うん、なんかちょっとなんかなんて言うんだろう、まあ、OL さんチックなその格好をするのかなと思いきや全然その違う、うん、今何がこう影響してこういうカジュアルなストリート系、ね、ストリート、そうですね、まあ、ストリートブランドが好きっていうのもあって、うんうん、そこのブランドも結構集めたりとかもすると、うん、いいよ、なんかここシワシワな加減、そうなんですよ、なんか、うん、乾燥機から出したのか畳み方が間違ったのかなんかそういうカジュアルなところいいよ、うん、なんかなんて言うんだろう、結構その大きめのシャツ、うん、チェックシャツ合わせたりとか、うん、なんか本当に膝出過ぎちゃってるでしょみたいな感じになってます。スーツからほど遠いね、確かに。そうですね、全然ほど遠かった。そういう21歳になってましたね、はい、普段時間ある時は例えばどんなことして過ごしてる？写真を撮るのがすごく好きで、なるほど、自分のデジカメだったりとか一眼レフ、iPhone だったりとか、はいはい、全部撮るんですけど、うん、あの写真があるのでカメラ持ってる。持ってます。いつぐらいから写真に興味を持ち始めたの？でも2年前ぐらいから持ってはいたんですけど、うん、でも最近またやり始めて、わざわざじゃ写真を撮りに行く感じ？そうです。じゃあ今日は自身の1枚、はい、これは読売ランドですね。夜の読売ランドで、冬だよね。そうです、イルミネーションが、この間そのモーニング娘。でクリスマスイベントをやらせてもらった時に、うん、そのイルミネーションの下にカップルがいたので、あ左の方か、本当のカップル、シルエットが、はい、シルエットにして、うん、それでイルミネーションといい感じに、それなんかいろいろこう合わせてこう、そうです、やっとった、色を自分で合わせて角度もその人たちにちゃんと向けるようにシルエットに映るようにっていう、結構自分で色補正をしてやるので、あ撮った後に、はい、うん、ちょっとあの色彩上げたりとかって、綺麗だね。そうなんですよ、綺麗に撮ってます。あとは次はこれは伊勢神宮ですね。朝、これ朝です。朝の日の出の時間よりちょっと過ぎたぐらいなんですけど、伊勢神宮の鳥居から見える太陽がすごく綺麗っていう、うん、でも普通こう正面にバーンって行きがちだけど、はい、あえてあの真正面からちょっとなんか綺麗にアングルが見えなかったので、うん、あのちゃんと太陽が分かるようにちょっと斜めからで、あの鳥居にちょっと差し光をちょっと照らしたような感じ、神々しくご利益がありそうなね、一、はい、枚ですね。早起きしていきましたか？早起き、すごい早かったんですよ。5時半集合とか6時集合ぐらいだったので、うん、あお友達とあのメンバー全員で、なるほど、はい、なるほど、うん、今朝の伊勢はいいよね。いい、よかったです ね、めっちゃ寒かったですけど、でも、うん、本当にすごいその日の公演がすごい気がすごいみんな楽で上がってて、すごい良かったです。いい、逆光好き。逆光好きですか？俺も逆光の写真好きいいですよね。いいですね、なんかあと最近ハマってメンバーの中で流行ってるというか、ハマってることなんですけど、はいはい、あの変なポーズで写真を撮る変な顔で写真を撮る、ほう、なぜに？なんか楽しくなっちゃうと。誰かがやり始めたってこと？そうです。じゃあみんなで変なポーズするよ、はいっていう。へえ、その写真も出していいの？はい、ぜひ見てくださいそんな変じゃないからな、言うても。本当ですか？地獄みたいな顔じゃないもんなんかブログに上げれるギリギリのライン。あの開脚してる人、私です。あら、
そう、でもなんかでもこういうの見ると仲がいいんだなっていうあったかい気持ちになるからいい一枚ではあるね、はい、しかもこれ武道館公演、武道館だよねこれ、はい、その飯窪春菜ちゃんの卒業ライブ の、うん、その1日目の終わりだったんですけど、うん、その春菜を送り出すために、うん、そのなんかこの衣装が16日の最終公演にその着ていない衣装なんですよ。なるほど、わざわざ着替えて、はい、はいはい、なのでそのこの衣装で最後残したいよね、この12人を残したいよねって言って撮った写真ですね。なんか一番右端の後ろの右端の、はい、まーちゃんのあのなんか顔ね、なんとも言えない、なんとも言えない、なんかやる気出せっていうタイニー、タイニー。でなんか最近その自分にすごく影響のあった作品と出会ったっていうのは何？グレイティストショーマンですね。映画。はい。うん、あの結構私ゾンビ映画が好きで、はいはい、あのゾンビ映画をたくさん見るんですけども、はい、グレイティストショーマンは全然ゾンビとか関係なくて、はい、ステージマン、そうだよね。ステージマンのそのお話で、うん、そのまあ自分でステージを成功させるためにその、うん、一人でガンガン走っていっちゃう男性がそのチームの良さに気づくっていうストーリーなんですけど、あのヒュージャックマンだっけ、ヒュージャックマンさんです。大好き。なんて言うんですかね、その、まあ、私たち自身もそのグループ活動をしているので、はい、そのなんか一人で走り抜けちゃうとその周りが見えなくなった時にもはもう周りが見えなくなってで、その進んでっちゃって気づいた時にはもう周りがいなくなっちゃってるっていうのはダメだなっていうふうに思って、うん、想像しやすい、はい、感情移入しやすかったんだ。そうですね、うん、自分がステージマンっていうかステージに出てる人だからこそその近くにいるそのチームメイト、うん、グループのメンバーは大切なんだなっていうふうに思わされた作品でもあって、うん、あとは曲がすごく素敵だなっていうふうに思って、うんうん、字幕で見に行ったんですけど、あの This is me っていう、うん、その自分はその全然内気で人前に出れなかったけどでも今は自分を持っているっていう歌詞にもすごく胸を打たれて、なんかもっとなんか自分のコンプレックスを表に出すことによってそれがそのなんて言うんだろう、ポジティブに見られたりとか、それがいつか認めてもらえることもあるのかなっていう、っていう風にそのなんて言うんだろう、なんかネガティブなところを出したことによってその周りに認められたっていうのも作品の中には感情で含まれていたりもするので、うんうん、なんか誰しもが当てはまる、あ、でも見やすい作品、いい年齢にいい作品に出会っていい刺激になったんだ ね、はい、なんかへこんだ時とかにもう一回見直すとまた違った答えが出てきたりするかもしれない、はい、ね、もっと頑張ろうって思いますね、うん、これは何で見ようと思ったの、グレイテストショーマン。その同じエンターテインメントだから。これはあの新垣さんと一緒に見に行ったんですけどなるほど、はい、新垣梨沙さんと一緒に見に行って、うんうん、ここに行こうよっつって、はい、うん、映画を見たいっていうふうに言ってて、その新垣さんがグレイテストショーマン見たいんだけど見たっていうふうに言われて、ちょうど私も見たかったので、うん、なるほど、一緒に行きたいですっていうのに、さらに思い出深いっていうか、うん、そうですね、はい、嬉しかった、ね、推しと見に行けた映画最高です、ね、なかなかないよね、はい、なるほど。でなんかゴルフも得意なんだよね。そうですね、ゴルフします、うん、連載とかもしてるんだっけ。連載は今はしていないんですけども、うん、あの東京 MX さんの方で生田絵梨奈の VS ゴルフっていう冠番組を持たせていただいていて、ってことは今でもこう時間があったら行ったりする。行ったりとか、今はその冬なので、うん、結構そのオフシーズンで行けなかったりはするんですけども、はいはい、なんでゴルフに興味を持ち始めたの。あのお父さんがあのお仕事の関係でゴルフを始めないといけなくって、その時私自身は全然ゴルフには興味なくって、うん、その一緒にゴルフレッスン場について行って、はいはいはい、打ってみたらって言われたのがきっかけです、うん、面白いと思って、最初面白い全然思わなかったです。でもその時に言われた言葉が、プロになってたくさんその好きなもの買えるんだよ、プロになったらって言われたんですよ。小学校3年生の時にカードゲームが大好きで、カードゲームで毎日その100円入れてカードゲームをするっていうのがもう毎日の日課だったんですけど、それをもうできるんじゃん、ありえないぐらいそのできるんだと思って、結果違うプロになり、ゴルフが趣味になり、そうですね、お父さんありがとうだよね。そうやってゴルフのコンペとかにも今出させてもらったりとか、ね、プロアマ戦とかにも出たりもしているので、それがなかったら本当に今ゴルフを特技として、うん、趣味として出させて、いいと思うよ、すごく長くこれから楽しめるしね、ゴルフだなんてね。だし、ゴルフをやっててすごく良かったなって思ったのは、そのモーニング娘。は知ってても、うん、私たち生田絵梨奈とか個人名を知らない芸能人の方たくさんいると思うんですけど、うんうん、そういう方々に名前を覚えてもらえる、すごいでかいと思うよ、そういうのは。
なんかかっこいいね、うん、いい、こういう一面があるっていうのはすごく素敵だと思 う、 う、ね、いいと思いま す、 いいいます。長く続けてください。タイニータイニー。仕事に対する自覚もしくは責任を感じるようになったっていうのは、さっき言ってたそのいろんな人たちの卒業とかなのかな、はい、そうですね、あの、ま、一番その先輩たちの卒業も大きかったんですけど、一番大きかったのは道重さゆみさんの卒業で、うん、その日に私がそのサブリーダーに任命、さっき言ってたんだ、はい、はい、されて、その時にその会社の方に無理ですって言って、うん、私はサブリーダーには向いてないと思いますって自分で言いに行ったら、いやでもその会社がいつもの幾多の行動を見て、見た上でサブリーダーに向いてると思ったからっていう風に言われて、その時に会社の方に言われたってことはもっと頑張らなきゃいけないんだろうなって、そうやって認めてもらえたからにはもっと頑張らなきゃ、お返しをしなきゃと思って、サブリーダーになった時に責任を感じましたね。そうか。で、まあ、それも含めて自分の成長もしなくちゃいけなくて、何か努力をしたことがあるんだよね、はいはい、そうですね、あの、まあこれ、まあ、歌とダンスももちろん頑張らなきゃいけないことですし、トークも頑張らなきゃいけないんですけど、はい、あのその時にその、まあ、ゴルフっていうまた他の人ができない技を見つけて、うん、あともう一つ私自身そのアクロバットを、そうだ、もともとやってたの、もともと機械体操はやっていて、はいはい、その特技でアクロバットを入れてたりもしたので、うん、それを、うん、もっと極めたら、極めたらっていうふうに言われて、そうだよ、それで太陽とシスコムの、 あの篠田美穂さんに直々に教えていただいて、いいとこにいたね。そうなんですよ。なるほど。それであの映像が、あ、見たい。これはどこ？これは武漢公園ですね。はいはい。すごい。これはもう、え、何回転、今まで4回転ですね。4回転、はい、あ、いや、これ身体能力がないとやっぱり、で散々踊ってての途中でまたそのコーナーが来るわけでしょ。結構ライブの後半戦なんですけども、すごいね、どういうとこで練習してたの、体育館みたいなとこ。そうです、そうです、あの体操競技 の、 たあの体育館、うんうん、その日本体育大学だったりとかに行って、はいはい、その直々にそのやってる方に見せてもらって教えてもらったりとか、はい、本当に1週間に2回とかやったりとか、うん、1日おきでやったりとか、いきなりできないでしょ。でもできないです。筋トレしたりとか、そのあ、そっから、はい、まずその床に手をつくと、まあ、痛いじゃないですか、バク転とかも、うん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 、それからまずその慣れからスタートだったりとか、最初は全然本当にできなくて、うん、ここまで起き上がるのもできなかったんですけど、その何回も何回も積み重ねて2回連続ができるようになって、このツアー本当は2回連続だったんですよ、うん、ほうほう、2回連続のバク転しか披露してなくて、うんうん、でたまにそのふざけて3回とかやったりとかしたんですけど、その篠田さんにもその私がその頑張るともう1回転増やしちゃうっていうのはもう、うん、知られてたので、はいはい、なんかちゃんと頑張その気をつけてねと言われてたんですけど、この日はその調子乗って4回しました。こう なんか素人だからさ分かんないんだけど、はい、こう視点がこう回らないように、はい、こうどっかにこうポイントを置いてこう回転しなきゃいけないとかあるんでしょ、はい、きっと。そうです、ちゃんと体を起こして前にもう一回目を持ってくるっていうのを、うん、ね、その瞬時のなんだろうな判断とか、はい、すごいね、うん、そんな中で今後やってみた他のお仕事教えてください。はい、あのお昼 の、 その生放送でやっている番組の食レポがやりたくて、はいはい、あら、あ、食レポ、食べ物が好きなんですよ、すごい。なるほど。食べ物をそのわざわざ食べに行って、そのどこどこのやつが美味しかった写真を撮って、うん、ここのやつをっていう人に勧めるのがすごく好きなので、うん、あのお昼のそうやって生放送とかの番組で、うん、そのまま VTR だったりとかで、うん、その食レポをしたいな、美味しくなかった時どうする。そうだよ、個性的な味ですねっていう、バレるよそれ、バレてんじゃん、おかしいよ、食レポ。そう、でもなんか基本的にその好き嫌いもちょっと多かったりもするので、その好き嫌いを克服するためにも、うん、いろんなところに食べに行って美味しいものを味わいたいなって思います。そっか。で他になんか自分
こういうことをやってみたいっていう目標を教えてください、はい、これ最近持った目標なんですけど、福岡でレギュラー番組が持ちたいなと思います。地元で、はい、私自身その福岡で の, そのお友達だったりとかで芸能活動をしている子とかもいるので、うん、はい、なのでその子たちとも一緒にその番組が困ったら中澤優子ちゃんもいるし、そうなんですよね、ぜひよろしくお願いします、はい、ね、でももしかしたらそういう博多福岡関連の方が見てくださってて、はい、この面白い子ちょっと使いたいなと思ってくださるかもしれないからね、いや、福岡の良さを全国とかテレビでもラジオでもね、はい、広めたいなと思うので、はい、頑張ります。はい、アンジュルムニューシングル、タデクウムシも Like It Now on Sale。 ここからはミニコーナー、マイタイニールールです。自分だけかもしれない小さなこだわりをゲストにプレゼンしていただいて、はい、私たち MC が共感できたかどうかを判定させていただきます、はい、自信はございますか？あります。本当？はい、じゃあ視聴者の方や私たちがウォーっていうような熱いプレゼンをお願いします、うん、はい、私が持っている小さなこだわりは可愛く自撮りをするです。おー、というのは自撮りがすごく得意というか、うん、その誰でも可愛く映せる自信があるんですよ。はいはい、知りたい。なので、うん、私がおすすめするその可愛く撮るポイントとか、可愛く何きっかけでこう、まあ、自撮りはみんなするじゃん、はい、で、あ、これね、やると可愛くなるじゃんみたいな。そうです、そうです、角度だったりとかアプリだったりとか。アプリね、最近はいろんなアプリが、自撮りのアプリが出たりもするので、はい、それをおすすめして、教えてください。あのですね、はい、まあ、私自身がそうですね、まあ、自撮りが得意なので、うん、どういう感じでやってるか見せて。はい、まあ、私こんな感じです、うん、こんな感じです、はい、よく、まあ、街の中でも見るな、こういう。はい、確かにちょっと今アプリ使ったの。アプリ使ってます。 You Like、はいはい、っていうアプリを使ってるんですけど、はいはい、うん、あ、こういう感じですね。すごい肌も綺麗にずるいなるし、こういう感じです、うんうん、ずるいな。ずるいですか？なんかちょっと元とやっぱ違う。そのままでも普通に可愛いのに、なんだろう、なんだちょっと黒目が大きくなるのかな。そう、肌ツヤとかだったりとか、ね、あ、ツヤがね、はい、いろいろフィルターがありまして、はいはいはい、私のおすすめは、はい、ピーチっていうのなんですけど、うん、ピーチがおすすめで、はいはい、ピーチ、はい、カメラが好きな女の子が自分のことを、髪の毛持った、ね、あ、また持った、持った毛先を、またこういうちょっと別の角度だったりとか。なるほど、ね、何がどうピーチになったんだろう。肌のツヤ感ですね。桃色に、はい、チークがちょっと目立つようになるんですよ。例えば木彫りっぽいいでたちの誠さんを自撮りをすると可愛くなったりする。はい、男の子もいける。3人で自撮りをして、こういう、なるほど、木彫りっぽい。俺も白くなるかな、うん、これピーチ。はい、ピーチです。はい、うん、こんな感じですね。ああ。あとでそのアプリ教えて。はい、ツヤ感が出るというか、ツヤがね、まあ、凹凸が減る感じ。そうなんですよ。そうか、なんか私の世代とかだと自撮りするの恥ずかしくないですか？恥ずかしい。そうなの。そうなんですよ。だけどやっぱりね、もうヤングジェネレーションはもう、うん、それでいかに自分をどう表現するかっていう、そうですね、レンズを見れるんだよね、カメラ目線が見れます。私のポイントなんですけど、はい、頭を切る。頭を切る、なるほど、はい、そうですね、自撮り、はい、ここからここまでのアングルで基本撮るんですけども、うん、頭を映すと余白がここにできちゃうんですね、うん、四角なので。わかる。ここに余白ができちゃうと、その顔が大きく見えちゃったりするので、うん、そのできるだけアップに頭を切って、うん、あとバストアップで抑えて、うん、ってやると肌のツヤ感もそのアプリで出しやすかったりもしたりとか、うん、あとはこれでもさ、これすごい可愛くやるじゃん、判定する前に一つ質問、はい、実際違うって言われたらどう対処すればいいの？そうだね、実際の方が可愛くないですかって言います。なるほど、判定しましょう。なるほど、なるほど、すげー、なるほど、ちょっと加藤さん食いついてる感じがするけど、 お願いします。せーの、お、分かれました。分かれちゃった。なぜ2×？まあこれ僕個人的にはやっぱりね、
アプリを使うとっていうか、あの人間味を隠してしまうんだよね。要するにマネキンみたいな人形になるから、個人的にはもっと肌がザラザラしててもいいし、乾燥してようが油切ってようが、それがなんかこうスルってなっちゃうのがちょっとこう血の通った感が抜けちゃって寂しいなっていう僕個人の男の意見です。いやでも可愛かったらいいじゃんね。はい、いやそうなんですよ、女の子は可愛かったらいいんですよ。それはなんか男の子が見ても、うん、女の子が、うん、同性が見ても、うん、あなんか姿形の雰囲気は伝わるし、そうですね、まあ、加工をするっていう遊びでやってるわけだから、はい、私は別にこういう人生があってもいいかなって。なんでああやってみんなお人形さんみたいになっちゃうのかなと思うね。やっぱ、まあ、元がお人形さんみたいに可愛いからね。はい、そういうことです。ということで今回のマイタイニールールは生田ゆなちゃんの可愛く自撮りするでした。こんな気持ち初めて。椿ファクトリー、ファーストアルバムファーストブルーム Now on sale。 お送りしてきましたタイニータイニー、残念ながらお別れの時間となります。さあ今回初めて3人でおしゃべりしました、はい、けどいかがでしたか。あの誠さんとはなんか結構おしゃべりすることも多くて、うん、それこそ映画のお話だったりとかこの間ちょっとさせていただいたんですけど、はいはいはい、加藤さんとは本当に初めて、ね、そうだね、はい、うん、そうなんですよ。でも誠さんからその加藤さんのちょっとあの昔の映像だったり見せてもらってて昔の映像俺が僕じゃないです見せたのは昔の映像ってどういうの。あるスタッフが、はいはい、加藤さんの例のほらデビューのやつじゃないの、はい、あそうデビューの時の、はい、はあはあ、貴重なやつね、貴重なやつ、シングのあれでしょ。あーはーはーそれを見せていただいて、あのなんかそのイメージが全然違うでしょ全然違うでしょその間なんかあったでしょなるほど、30年か前のそれを見た後の加藤さん、生加藤さんの、あそうかそうか、はい、どうだったんだろう。ですごくお綺麗な方で、あよかった、なんかそんなに肌がツルツルで羨ましいなっていう、ね、あれも19だから意外とイケてる肌だったんだけどねでもすごい楽しかった、すごい楽しかったです、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。さてじゃあ改めてですがモーニング娘。ワンナインの今後の目標を教えてください。はい、モーニング娘。今後はあのワールドツアーお目標に頑張りたいなっていうふうに思っていて、うん、あの先輩方はそのアジアツアーだったりやっていたりしたんですけど、うん、今のその旧期メンバー以降の子たちはまだワールドツアーっていうのを経験したことがなくて、うん、なのでそのワールドツアーをしてみたいって思いますね。なるほど、いっぱいね、はい、あのあちこちにファンの方がいらっしゃるからね、そうですね、うん、元気な、ね、ライブを見せてあげてください、はいはい。番組では皆様からのメッセージも受け付けています。メッセージの送り方はこちらです。はい、こちらまで送ってください。お待ちしてます。はい、ということでタイニータイニーお相手はシャンキューマカトと加藤紀子、そして今回のゲストはモーニング娘。ワンナインサブリーダーの生田ゆなでした。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さよなら。